ボトルネック形状の薬莢を持つ小口系高速弾である。1990年代、イギリスの警察向けや軍の対テロ特殊作戦部隊向けの弾薬として、同社によって開発され、防弾直キを着用したターゲットに対しても十分な貫通能力を備えた弾薬として完成した。本弾薬は、既存の弾薬の薬莢をネックダウンして利用する、 ワイルドキャットカートリッジとして開発が進められ、10mm オート弾をペアレントケースにネックダウンした第一世代の224ボズ弾が完成する。その後の2010年代には、薬莢の直径が小さい 9X19mm パラベラム弾をペアレントケースとした改良型である第二世代の224ボズ弾が製造された。 グロックピストルのチェンバー内に装填された224ボズ弾もともと特殊部隊向けに貫通能力に長けた弾薬として開発されただけに本弾薬は一般には市販されることは基本的にないイギリス軍でかつて行われたテストにおいては専用に改造がなされたグロック17と H&KMP5 を用いてテストが行われたしかしながら 本弾薬は2019年現時点まで正式採用されていないため本弾薬を使用するオリジナルモデルを製造する大手重機メーカーはないという 5.68X23mm ポーズ弾ありがとうございます